皆さんこんにちは。今日は江口拓也のナイトルーティーンを見せたいと思います。帰宅後はまず手洗い、うがい、ハンドソープには少しこだわりがあります。うがいも忘れずにやります。帰りにおしゃれなフラワーショップを見つけたので思わず花を買ってしまいました。ちょっと頑張った自分へのご褒美で前から気になっていたお店のデリバリーを頼みました。飲み物は美容を考え、カルシウムとマグネシウムを効率よく取れるミネラルウォーターを飲んでいます。ご飯を食べて一息ついた後、お気に入りのお香を焚き、明日の台本をチェックします。ここからは趣味の時間。何も考えずにカメラのメンテナンスをするのが一番癒されるんですよ。僕ね、お風呂好きなんですよ。浴衣とかで観光できる温泉街とか行きたいな。お風呂上がりには屋上に上がります。ここから夜景を見ることが毎日のルーティーンです。寝る前に明日やることを整理します。仕事のメールチェックやトゥードゥーリストを作成します。これで僕の一日はおしまいです。どうだったかな？明日も頑張ろうね。